はグリーンペーパードライバースクールの小島です。で今回はですね、ラブ4の斜めバック駐車、これをやっていきたいと思います。今回はね、右斜めバック駐車をやりたいと思います。まあベリーサーで、前にね、あのインプレッション第1弾でベルファイアで、今回は第2弾でラブ4、これをね、グリーン式の斜めバック駐車、これでね、あの果たして止めれるのかどうかで、どういう感じになるのか、ミラーの見え方、ハンドル操作の仕方、そういうところを実際にこのラブ4っていうサイズの車で実際に見ていただきたい。そうするとね、実際にラブ4を家で持ってる方、マイカーとして持ってる方がこの車ね、動画を見ていただくと、まあ分かりやすいと思いますし、今後ねラブ4を購入を検討されてる方はこんな感じなんだなっていうことが見えると思いますので、参考になればと思いますので、で今からね、右斜めバック駐車のレベル1をやりたいと思いますので、ちょっとご覧ください。グリーン式の斜めバック駐車に関してはね、あの説明している動画の方を見ていただくという形になりますので、まずはね、右に寄ってきてください。で50から70センチぐらいの位置で止まります。よいしょ。で2本目の線で止まったところで左に1回転回して前に出ます。右のミラーを見ていって1本目、次が2本目なので30センチぐらい空いてる感じで、こんなぐらいで、でハンドルまっすぐでバックで右に1で下がってください。で線をね、ふーっと先端踏むような感じであれば、と右に追加で切ってあげれば OK です。で寄りすぎてると思ったら少し戻しながら自分で調整をかけてあげてください。で反対が入ったらハンドルまっすぐにして下がってってもらえれば OK です。これがねレベル1になりますので、まずこれがね大前提基本になりますので、まずはこれを練習してあげてください。次レベル2に行きます。レベル2に関してはね、据え切りをしないというような形になりますので、レベル1ができるようになってね、あの据え切りを嫌われるっていう場合でしたら、レベル2をちょっとね試してみてください。基本はレベル1になりますのでね、流れとしては全く一緒です。右に寄ってきます。50から70センチで2本目の線で止まります。でここでハンドルを左に1回回すときにブレーキを離してトン、であとは右のミラーを見て前に出ます。で1本目、2本目で、まあ、大体30センチぐらいで止まります。そしたらハンドルを回すときにブレーキを離してトン、でバックに入れます。で右のミラーを見て、ここで右に1回転、この時もブレーキを離してトン、であとは右のミラーを見て下がります。あとは右の車止めに行くように回してあげます。であとは様子を見て、あと車がまっすぐになったなと思ったらブレーキ離してまっすぐでトン、あとはそのままゆっくり下がっていってもらえれば OK です。はい、これがレベル2になりますね。で今度レベル3になります。レベル3に関しては1回転っていうふうにこだわらずに自分でハンドル操作をするという形になります。ちょっともう1回やります。でレベル3も2本目で止まるとこまでは変わりません。でここから回していくときに左斜め40度ぐらいを狙って回して、向いたらハンドル戻して前に出て止まります。右のミラーに2本目の線が見えれば OK です。そしたらバックに入れて、ここから自分で右に回していくと、これができればレベル3も十分できます。あとは枠の中に入ってくれれば大丈夫です。よいしょ。これがレベル3ですね。レベル3まで行くと少しレベルが上がってきますよね。で最終的なのがレベル4になります。レベル4は全く止まりません。普通にうまく止められてる方がやられてる流れとほとんど変わりませんので、ちょっとやってみましょう。流れとしては基本的には変わりませんけど、右に寄ってきてハンドルを回していくのはだいたい枠の真ん中ぐらいですから斜め40度ぐらいでもう戻して、ミラーに見えれば大丈夫です。あとはバックに入れて右のミラーを見て
くるーっと、あとは枠のところに入ってくればハンドルをまっすぐにしてそのまま下がってってくれれば OK です。まあ、これがレベル4になりますね。なのでレベル4ができればもうほとんど問題がないと思います。大事なのはまあレベル1で、レベル1ができるようになってくればある程度レベル4もやれるようにはなってくると思います。この動画をね、チャンネルを見ていてくれれば結構できるようになると思います。ちょっともう一回レベル1をやります。一番大事なのはまあレベル1になります。ここではね、駐車が苦手、うまくできない方っていう方を対象にしてますので、まずはレベル1が一番大事になってきます。で、止めれるということをね、自分の自信として作っていただきたいと思います。ちょっとやりすぎた。で、2本目で止まって左に1で、右のミラー1本目、2本目、30センチぐらいで止まる。ハンドルまっすぐ、バック、右に1回で右のミラー見て下がる。で、あとは右に追加で切ってあげると、よいしょ、あとはハンドルをまっすぐにしてそのまま下がってくれれば OK です。これがレベル1になりますね。あとはね、ちょっとレベル4をやりたいと思います。レベル4はもうね、全く止まることないです。ハンドルを切っていくタイミングと出ていく位置ですよね。そのポイントさえつかめるようになれば大丈夫です。だいたい真ん中ぐらいから斜め40度ぐらい。こんな感じですよね。こういう感じに右のミラーみたいに見えれば一番問題ないかなと思います。あとは右のミラーを見てそこに向かってぐるーっとこうやって回してあげればいいです。であとはまっすぐなったところで入ってくれば、これで入ります。 OK、 これがねレベル4になりますので、まあここまでねできるようになっていただければいいかなと思います。ね、ちょっとね練習をねしてみてくださいということでした。